ここからは岡島さんの売れないですよ、ここは。はい、ここ、ね、浅いですもんね、右ね。浅いです。もう飛ばすことよりもなんかこう安定感で計測していきたいと思います。いや、この風だからもう本当に左打てないですもんね。左抜けちゃえば大丈夫です。今こんな軽く振っててヘッドスピード50ぐらいあるんですか。ミート率やばい。ミート率おかしいです。 1.52 っておかしいです。本当ですか。すごい。やばいです。やばいらしいです。すごい言ってる。すごいです。もっとすごかった。もっとすごいですか。はい、本当にやばい、やばいらしい。褒められた。ユピテルの計測器です。すごいですね。簡単にコースでも測れるんで皆さん試してください。優秀ですね。優秀ですね。 1.5 超えるといいらしいですね。なんかこういうのやったことあります？コース。コースはないですね。ないですね。練習場ではありますけどね。そうですね。まあトラックマンとか。はい、そうです。いや、なんかこの間これをお借りしてちょっとコースでせっかくね、この野球選手とか見てみたいなと思って、はい、初めてリンゴルフでも投入してます。あ、すごい。寒いですね。寒いですけど、まあ、岡島さんいいとこ行ってんじゃん。あそこまで行ってる。いや、でもね、木が、あ、そっか、はい、じゃあちょっとあれですね、はい、腕の見せ所ですね。そうですね、低いの打たないと。柔らかいとこは逆に苦手です。あ、下に入っちゃう、はい、出ないときとか、あとはカツンと行くときがあります。結構登ってますよね。登ってます。登り結構きついです。朝の感じ。うわ、これでも上手いの。傾斜結構強いですね。うん、ドライバーの使用しているスペックは今どういったものを使ってるんですか？ピンのマックスなんですけども、 G400 の。G400。ロフトが9度。9度、はい。シャフトが。シャフトちょっと X ですけどね。X。硬いですね。はい。これ測ってもらって。これが合ってる。はい。で、僕結構打つのが上からダウンブローでこう。アッパーじゃないん で普通のクラブだったらやっぱりこう打ち込んじゃうんで、うんうん、ちょっと後ろが大きめの方がいいって言われて、でその大きいことによって自然とアッパーになる。
うん、自分の打ち方で打っててもアッパーになるんで、上がってくれるみたいな、はい、だからそういう意味でこう大きいヘッドなんですけども、うんうん、いい感じに振れるかなっていう感じですね。 X、 はい、私が振ったら多分棒です。でもなんかこのクラブのあれもありますよね、重さとかね、はい、で先端が硬いのとかあの柔らかいのとかあるみたいで、僕は柔らかいのが嫌なんですよ。とにかく硬い、ちょっと硬くてある程度あの重たい方がいいんでっていう感じ。パワーが相当ある、ね、すごいですね。はい、ちょっと待って、あそこの段にあります。ありますか。わー、すごい、もうなんか狙う方間違ってるぐらい。あー、でもやっぱ風の風でも抑えるんですね、はい、相当押されてる、はい、速い。今までの最高飛距離とかってなんかこう番組とかでもいいんですけど、うん、あんまりね、これぐらい。この間だから あそこで久しぶりに測ってもらって320ぐらいいってんじゃないですかね、はい、やばいよね。でしかも最終ホールそうでですよね。ですね、今日は今寒いんですけど、暖かくなったらまだね、あのボール飛びますけど、はい、風がなかったらね。そうですよね、はい。でもやっぱりある程度フェアウェイに行かないとダメでしたね。まあ置いて置いて置いて、そうですね、行って、その寄せとパターですね、はい、なんとか越えた、うん、よかったよかったです、はい、結構風吹いてますからね。そうですよね、なんか池が、はい、飛ばし、うん、とかって多分ゴルフ始めた頃ってきっと野球選手であると思うんですけど、はいはい、やっぱ始めた頃から飛んでました。まあでも決まればいいですけどね。やっぱりやっぱ野球選手ってストレス多いじゃないですか。多いです。あれなんでなんですか。やっぱりあの打ち方がそうなんですよ。やっぱり体がやっぱ突っ込んでスライス、はい、で手が残ってるから、うんうん、打った瞬間もうその時点でストライス系のボールいきますよね、うん、なんか野球選手ってなんかスパーンみたいな、ビャーンってブーメランみたいでしょ。ブーメランを昔は考えて打ってたんですよ。あ、なるほどね。こっちに浮いてこう回ってくるってこうみたいな。でもやっぱりちょっと練習して始めたらまっすぐ系のボールが行くんですよ、うんうん、だから狙ってるところでもストレスがいかないから OB になっちゃうとか。あー、なるほどね。だからそういうのをねちゃんと計算して打ってるんですけど、いかない時があるんで大変なんですよ。乗ってましたよね。どんだけ上げればいいんだ。頑張って上げればいいんだ。これはい、風が、風で。
と今ね、風で猛災出ましたね、ビャーンね。すごいありますね、投げてますね、これ。ヤリさん、4番ユーティリティちょっと上げます。上げてますよね、今のすごい、あんだけ打ち込んで、あんだけ戻される。海外に住んでたと思うんですけど、はい、ここはちょっと雑談コーナーになります、はいはい、海外の時はゴルフはやってたんですか？海外の頃、シーズン中は全くやってなくて、キャンプの時に少し、日本と違って午前中しか練習ないんですよ。おで午後は自由な時間があるので、はい、その午後の、時にハーフを回っていたことはありますけども、トレーニングして、はい、まあ、ハーフ、そうですね、その同じメンバー、うん、メンバーで、はい、そうですね。だから真剣にはやってないですね。だからなるほど、時間があって、ちょっと時間潰し、はい、でゴルフが好きなのでやってたって感じですけど、シーズン中は全くやってないです。ゼロです。だから先発ピッチャーはやるんですよ、うん、僕は松坂大輔君とレッドソックスの一緒だったんですけども、彼らは投げた次の日って休みみたいなものなので、で朝早く行って夜がないと夜なので、その試合に間に合えばいいんですよ。なるほど。で僕らはもう毎回スタンバイなので、だからやっぱりアメリカって移動もありますし大変なんですよね。だから体力勝負なので、やっぱり朝ゴルフするよりも寝てる方がいいかなと思ってなるほど、はい、いろいろ考えてましたね、はい。すごいゴルフするイメージ大好きですよ、彼は。ですよね、はい、彼もキープやってます。へえ、はい、これはどんなイメージで行かれるの？転がします。転がしね、はい、なので距離があるんです。距離がしっかり、はい、来ましたね。なんか重いって思ってたの早いんですね。そうですね。意外にショット行く。はい。